日本で初めて水力と地熱の再生可能エネルギーだけで走る電車が都内で運行を始めました。どうぞ。東急世田谷線は世田谷区のおよそ5キロを往復する路面電車です。これまでは火力などの電気も使っていましたが、東北電力が水力と地熱で作った電気のみに変更しました。これから生まれてくる子のためにですね、環境にいいものをどんどん使っていった方がいいとは思います、はい、生活される皆様が再生可能エネルギーを身近に感じていただけること、環境の時代を身近に実感していただけること、取り組みの大きな意義であるというふうに考えております。ただこれまでより契約料が高く、東急電鉄の他の路線は車両の省エネ化に取り組むということです。